博多バスターミナル。博多バスターミナルとは、福岡県福岡市博多区にある、バスターミナル、及び、これを含む建物及びその運営会社。博多バスターミナル株式会社、若田バスターミナルにより運営されており、同社には西日本鉄道、西鉄、九州旅客鉄道、JR 九州などが出資している。2010年、平成22年11月1日に、 急城の福岡交通センターから解消された。本記事では、博多バスターミナル以外に、博多駅周辺に設けられている、バス乗り場についても記述する。JR 博多駅博多口北側に立つ、地上9階、地下1階からなるビルの1階から3階に、バスターミナルが入居する。地下1階は、博多駅地下街、博多一番街などへ連絡する商業スペース、バス地下商店街、 4階から8階はテナントフロア、主要テナント参照、9階が貸しホールや運営会社などが入居するオフィスフロとなっている。西鉄バス JR 九州バスの運行場の拠点となっているほか、糸島、唐津方面に路線網を広げる昭和自動車の拠点ともなっている。一部の路線は、博多駅近くの元広通り沿いの博多、新密井ビル前、 校舎用や住吉通り沿いの西日本シティ銀行本店前、博多駅界乗り場、畜畜地下仕切りバス駐車場前が終点となるものもあるほか、口述するように、市内路線でも博多駅前始発ではない路線の大半や百年走り方面の路線には施設内に乗り入れず、博多駅周辺のバス乗り場に停車する路線もある。主要なもの、運営会社の 博多バスターミナル株式会社は、西日本鉄道が過半数を出資している、関係上、西鉄グループの企業となっているが、博多駅前のバスターミナルを整備する目的もあった、ことから、設立時に国鉄及び福岡市が出資した経緯がある。このほか、比率はわずかではあるが同ターミナルを拠点とする、昭和自動車、有徳自動車も出資している。 2016年4月1日より、現在の社名に変更した。同じビル内にありながら、様々な経緯から、バスターミナルは、博多駅交通センター、運営会社及び商業施設名称は、福岡交通センター、建物名称は、福岡交通センタービルと、施設の正式名称が統一されていなかった。2010年11月1日、 後術する九州新幹線鹿児島ルートの全通開業に向けたビル改装に合わせ運営会社の名称は変わらないが、バスターミナル名称、商業施設名称、建物名称をいずれも、博多バスターミナルに統一した。バスターミナルについては、西鉄は11月1日より、JR 九州バスや昭和自動車も11月1日、以降随時、広島スターミナルの故障を用いている。 2016年4月1日の社名変更で、バスターミナル名称、商業施設名称、建物名称、運営会社のすべてが統一された。2011年3月の九州新幹線、鹿児島ルートの全通開業に並行する、博多駅再開発に伴って2階部分が、博多口の新駅ビル JR 博多シティ歩行者用、連絡通路、ペデストリアンデッキで直結され、 2011年3月に供用開始。これに合わせる形で、まず2010年、平成22年11月1日付で、施設名称を博多バスターミナルに変更した。さらに2011年2月19日までに2段階のテナント入れ替えによるリニューアルを実施。前述のペデストリアンデッキは、元広通りに面する博多新密井ビル付近の歩道まで、 博多駅歩行者連絡橋として延伸し、2012年12月20日に開通した。バス発着所は3層構造で、各階とも中央の待合スペースの外周に、バス通行路と停車ホームが設けられている。バス通行路は専用車道であり、横断歩道以外での歩行者の横断や通行は禁止されていい。停車ホームと待合スペースの間は自動ドアで仕切られており、 待合時の環境が確保されている。23時で2階が閉鎖されるため以降に到着する。高速バスは2階ではなく、1階で降車となる。ビルの地上1階から3階には、バス発着所と仕切られた形で一部のテナントが存在するが、直接の連絡路は存在せず、バス通路も通行。横断禁止のため、行き来には他の階、地下1階。 地上四階に移動する必要がある。路線は2018年3月17日現在、太とは終点停留所。博多駅周辺には、博多バスターミナル以外にも、路上バス停留所が設けられている。博多口には駅前を通過する住吉通り沿いに6面、南行き4面、北行き2面、博多駅畜生口には駅前を通過する国道385号上に2面と、 少し離れた福岡県福岡東総合庁舎前に停留所が設けられている。かつて存在した博多駅畜生口合同庁舎前の路線を除きすべて西鉄バスの路線2018年3月17日現在、太じは終点停留所。西鉄バスの路線の詳細については、系統番号のリンクから各営業所記事を参照の 西鉄バス、福岡都心部路線図の博多駅周辺のリバー案内図も参照。畜縮口が明かし切りバス駐車場前、百年橋通り方面からの全便と清見通りからの60番が本定留所を終点とする始発は博多口の博多駅郵便局前、ABC のリバほか、ここに途中停車する全便が博多バスターミナル、または博多駅前。 博多口を経由する。筑紫口南側とホテル向かい、ただし、平日一往復の300番のみ筑紫口北側の花村ビル前に停車する。無番、快速を除く、全便が博多バスターミナル13番乗り場の次に、本停留所に停車する。無番、快速のみ、博多バスターミナル11番乗り場から。西鉄の 合同庁舎バス停のこの都線上行き乗り場、平日1本の300番のみが停車すると同じ位置。一般社団法人福岡東総合庁舎前、停留所管理事務所が管理し、高速ツアーバスから移行した高速バス路線の拠点となっていた。共用開始時点では、筑紫口交差点脇のサンライフホテル1階にある、バスストップラウンジが集合場所、待合室となっていたが、 2018年4月1日より、駅前の竹下通りに面した五行ビル5階に、変更された後、同年7月1日より、待合室が廃止されている。2018年12月16日に、博多駅博多口南側の筑紫通り沿いに、ハーツバスステーション博多が営業を開始し、東バス停発着の路線はすべてハーツバスステーション、博多へ、発着地が移転した。 以下は移転直前まで、東バス停に発着していた路線。博多口正面の住吉通り南駅車線沿い。博多口側では、駅から最も近いバス乗り場であり、キャナルシティ博多、天神方面に向かう路線を中心に、多くの系統が停車する。停車系統は大きく以下の3方面に分けられる。2018年現在、 切って博多前の住吉通り南駅車線沿い。B 乗り場と C 乗り場は隣接しているが異なる。博多駅前 A 乗り場から T 字交差点を挟んで南側にある。バスカットの設置のため、乗り場が時々変更された。役員方面への路線を中心に、竹下、百年橋通り七川経由で、野間、小笹方面へ向かうバスが停車する。なお、 博多駅止まりの一部の路線は、筑市口が終点となる。福岡センタービル前の住吉通り北待車線沿い。住吉通りから左折して元広通り経由、県庁方面に向かう路線が停車するほか、駅前三丁目方面からの博多駅行きは、ここが終点となる。西日本シティ銀行本店前の住吉通り北待車線沿い。 住吉通り方面からの博多駅行きは、ここが終点となる。なお、長崎からの高速バス、九州号の校舎所は、2013年1月までは、ここになっていた、翌月以降は、ターミナル内校舎上に変更。独立行政法人都市再生機構、UR 都市機構が、博多駅前4丁目、JRJP 博多ビル南、築市通り沿いに整備した高層マンション。 アーベイン、博多駅前ファーストの仮想会にあるバスターミナル。企業向け出張手配やハイヤー、貸切バスの事業を手掛ける株式会社ハーツが運営する。2018年12月16日に共用開始し、博多駅畜生口合同庁舎前に発着していた旧ツアーバス路線の都市観光バスが発着場所を移転した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。